ラジオネームペケミミパン、トイレのクンニ様こと小倉氏トイレのクンニ様こと小栗旬のやりちん野郎が映画ドラそれトイレでトイレに女性を連れ込んだってやつでしょ映画ドラえもんのび太と奇跡の島にてに声優としてゲスト出演し、ドラえもんの道具で一番欲しいもの聞かれ、こんなこと言ってました。どこでもドアですね。今は本当に時間がタイトなので、どこでもドアで少しでも早く家に帰りたいです。お前な、どこ行ってもバカにされて全く女にモテねえから、時間がワイドに余ってる男の気持ちなんて考えたこともねえだろう。黙ってても女がホイホイ寄ってくるイケメンさんはそりゃどこでもドア欲しいわな。ドラえもん、どこにもドアのない部屋を出してこいつらイケメンを閉じ込めて、どこにもドアのない部屋。怖すぎるよ。いや思いがあるね。これはパンあげましょう。パン、はい。